任期満了に伴う熊本県知事選挙が今日行われ、元副知事の木村隆さんが当選確実となりました。こちらが最新の開票状況です。木村さんが14万6000票余りを獲得し、高山さんを4万票ほど引き離しています。出口調査の結果などから午後8時過ぎに木村隆さんの当選が確実となりました。皆様方がいただいたお力を絶対に成果にして返します。木村隆、今日はこのようなものを作っていただきました。誠にありがとうございました。頑張ります。一方、高山さんは県民の手に県政を取り戻すというこの戦いは間違いではなかったと述べました。